おはようございます。王さんですね、頑張ってますね。今日の給与動画はこんな感じですね。朝7時半ですね。7時31分で週11月4日サンフランさんはこんな感じです。はい、まあこの間が入れそうなんで王さんの横に入れさせてもらおうかなと思います。 H の方はルアーマンとサンフリスさんの方が結構多そうなので、ちょっとやめとくし、流れも聞いてないんでこっちの方をやっていこうと思います。はい、では一旦失礼いたします。現場へ降りてみようかと思います。ウレス側はまたウレス側も空いてますね。ちょっと前がかかって見にくいですけど、多分結構ねガラガラって感じです。ちょっとここから上流は光がちょっと悪くて見えないんですけど、はい、そんな感じです。ただウォーキングしてる人とかはね非常に多い朝ですね。3連休の真ん中です。土曜日です。一旦失礼します。はい、現場に降りました。こんな感じでちょっと濁ってますね。濁り方が 15% か 10% かちょっと増したような感じです。上流側では王さんが濁ってますね。はい、下流側にはサズリシさんとルアーマンさんが3名1名ですね。サズリシさんが1名と、上流側にはルアーマンさんが王さんを含めて2名ですね。はい、ちょっとチラチラっと稲子っぽいものはいますけど、いいこととしては濁りがちょっと増したぐらいですかね。はい、こんな感じです。風はほぼないに等しいです。はい、1メーターあるなしで、今日はですね、完全にチリングタックルで来ようと思ったんですけど、で万が一なんかちょっとライズとか見えたりした時にちょっとあれなんで、スーパーサミーとかスラムドックモンスターとか投げれそうなギリギリのこの ML スプリンガーの ML できました。うわ、なんかこれバチ抜けに使えそうな動きした今。これこのルアーできそう。これ水温計ルアー 18.5 度です。ここにフックつけていい動きしてましたよ。こうやって普通にただの棒でもいけるっていう。ちょっとねスプリットリングでかすぎですけど、はい。ではちょっとねメインの動画はとりあえずアマペンで行かせていただいて、でまあ撮り終わった後にちょっとね僕の好きな久しぶりにチリングをやってみようかと思います。アマペンのマットチャート、これでいきます。まあ、本当は容量オーバーですけど、ペンデュラムで行けば全然投げれます。はい、まあ、飛んできます。フッキングだけ思いっきりかまさないと多分ダメだと思われます。こんなにアマペンいいんかいと、取れるんかいと。まああとはね、有楽町の宝くじ売り場と一緒で、使ってる人が多ければそりゃ釣れる率も、釣れてるよっていう率も高いわけなんで、まあでも確かにこうチャカ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 音とこの左右に動かしやすさっていうのはすごいかもしれないですよね。確かフィーモフックに書いてあった気がしますね。今日も朝から首を寝違えましたね。左側がやっぱり痛い。また針やり行こうかな。メンテナンス、今度の火曜日がちょっと風がめちゃくちゃ強そうなので厳しいと思うんで、自分のメンテナンスデーにしようかな。腰はね大丈夫になりましたね。結構首がやっぱりどうしても左側メインに痛いんですよね。呪われてんじゃないかってぐらい首痛いです。めちゃくちゃこれいい陽気ですね。もうジャンパーね、ジャンパー脱ぎたいですもんね。中は普通にあのピタッとするコンプレッションシャツの長袖とそれのドライ T シャツみたいなの1枚着てるだけなんですよ。にこのジャケット着てるだけなんで、
ジャンパーですね。ネックウォーマーしてないんですよ。帽子もかぶってないし。お、ハゼ釣れてる。でかっ。暑いな。結構暑い。で今上げ潮なはずなんですけども、左から右へ向かって流れてますね。ゆっくりですけど、ほぼ潮止まりに近いような感じです。ダメだ、脱がないとこれ。そうだ、昨日もですね、お客さんが YouTube 見たって言って来てくれた方がいらっしゃって、おお、ちょっと怪しい動きする。怪しい動きするぞ。ほらほらほら、ちょっとプチパニック気味に逃げてる感じがしたね。小さいね。ジャスティンサイズですね。ああいうちょっとした希望ですよね。希望に向かって投げていくしかない。ほらほら、ちょっとでも水面下でなんか動きはありますね。あれも含めて手前に来るとどうしてもね、このラインスラックの湯がなくなるんで。おお、来てきた。ああ、ボラか。びっくりした。お前をイメージしてるんだから、あんたがついてきてどうすんだ。あ、そうなんですよ、来てくれてですね、その方は関西から転勤で来てくれた方で、で、まあ、もともとブラックバスをやってたみたいなんですけど、シーバスもやってましたと。ただ、こっちで全くほぼ初心者、こっちでは初めて状態だったんで、まあ、なんか情報がないかなと、こう YouTube を探したら僕の動画に行き着いてくれたみたいで、それでね、髪の毛切りに来てくれて、ヘッドスパ&カットしに来てくださいまして、いろいろと楽しいお話をさせてもらいながら頑張りましょうということで、お互いにただ健闘をたたえたんですけど、頑張りましょうと。まだね、釣れてないらしいですね、やっぱりこっち来てから。結構手だれの人でも、もう一人ね、その関西から来てくれたという方いらっしゃるんですけど、その方でもやっぱりまだ一匹も釣れてないっていうね、1ヶ月ぐらい前の情報でやっぱ言ってたので、結構難しいんですよね、やっぱり釣るって何気に。だからこの間生徒さんとも話してたんですけど、ちょっと体感でシーバスマンさんがちょっとね減ってきてるっていう気はしますよね。とりあえずエントリーモデルとかミドルクラスを買ってやってみたものの、やっぱ教えてくれる人とかがそばにいないとか、誰か会社の先輩とか後輩が教えてくれるとか、友達がとかじゃない人はやっぱりね、一匹目までが遠い、なかなか釣れないで、釣れたとしてもまたすぐ次はそんな釣れないと、なんだよ釣れねえじゃんってなっちゃう人もいると思うんですよね、絶対少なからず10人中3人ぐらいは。なんでそういう人たちがもう、ね、竿を置き始めてる可能性は感じますね。釣り具もね、実際売りにくくなってきてるみたいなんでね、いつかはやっぱブームってものは終わるですよね。おにゃんこクラブと一緒です。はい、そんな感じで今日の休憩は一旦終わりさせていただきます。今日も僕はちょっと母親迎えに行って、仕事も今日は3連休なんで、3連休中なんで忙しいので、これは読みて上がろうかなと思います。この後はチニングをして、コチなりキビレが一回産卵のあれとかでなんかもう一回戻ってくるっぽい時期のような気がしたんですよね。なんかそういう釣りハックみたいなのとかいうのを見て、一旦11月ぐらいにまたなんか間が入るみたいなこと言ってたんで、まあ、キビレが釣れたら嬉しいかなと思いつつ、マゴチをね、反応を探ってみようかなと思います。はい、じゃあ失礼いたします。失礼いたします。また明日よろしくお願いします。皆さんも連休いい釣りをしてください。失礼いたします。